よしよし来たよしお疲れさあ来ました、はい、帯締め、はいはい、お願いしますよ、はいはい、今日の見ていただきたいポイントは、はい、今日はこの4本をどうやって綺麗に出すんでしょう。はい、じゃあ見ていきましょうか。はい、はい、それではオープニングがいいスタート、はい、よいしょ。はい、では帯締めを結んでいきます。4本が左から出してます。4本の方を右上にして締めます。で、大きく輪っかを作ります。で、そのまま後ろに通します。で、なるべく大きく輪っかを作って、この流れで下から上に引っ掛けておきます。はい、では太い方で輪っかを作ります。作って下から通して、ここにあと2回くるくる巻きつけます。で、余りを上から下に引っ掛けておきます。はい、では綺麗に切りしていきます。はい、それではちなみに、今日の注目のポイントは、今日は、はい、結び目も4本きれいに揃えて結んでますし、はい、で、ここの輪っかを作った後のここの下のところ、うん、ここもきれいに揃えることで、よりきれいに見えるんではないでしょうか。おいよ、はい、で、ここのこっちね、はい、こっちもくる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 って巻きつけていただけなんで、はい、結構簡単にできちゃいます、はい、時短やねこれね。はい、はい、なんでまた参考にしていただけたらと思います。はい、はい、ということで、はい、であとここの4本の方がもうちょっと長い帯締めとかやったら、はい、ここのところもこう、この流してるところももうちょっと大きくこう、うん、したりとかしたらまた表情が変わるかもしれないですね。はい、はい、それではもう待ってられない、はい、めいめいの木ですわ。はい、はい、それではいきましょうか。はい、はい、それはもう特徴やもんな、うん、はい、来ました。はい、これできた、任せて、今週も任せて、うん、今週いけてる、今週いけてんで、なんかちょっといけそうな気がするはい、それではオリジナルなんで名前がない、はい、ということでつけさせていただきます。はい、めめめ香りだいだこれ深いで、そうなん、この香りっていうことは深いで、どんなん、これね、シルエット、このシルエット、うん、イチョウに見えたわけ、うん、うん、イチョウといえば香り、はい、そうですね。はい、来ましたね。はい。一応、香り、香りや。はい、一応ね。そこかける。はい、かけました。深いね、これね。そうなん、もう最近ちょっと、裏書いてるから。あ、もうすんなりいけへんもん、最近。読まれへんよ。読まなんで、まあまあまあ、わかりやすいやん。まあ、これ見たら、あ、一応やな。あ、これ香りやん、みたいな感じで。はい。覚えた？
香りで今度香りやってって言われたらこれやるのがあるよね。はい、それでは皆さん、香りね、やってみてください。はい、というわけで終わりましょうか。はい、はい、それでは皆さん、はい、お疲れーす。よいしょ、ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、いいねお願いします。2020年より着付けのセミナーもバンバンやっていきますので、 SNS のフォロー、新着情報のチェックもよろしくお願いいたします。